そこ行くお嬢さん、こんばんは。ずんだもんじゃない、どうしたの？今日はですな、とある商品を見ていただきたくやってまいりました。何かしら？早速見せてちょうだい。塩焼きそば？さようでございます。商品名は黒胡椒香るチキンの旨味もっちり麺の塩焼きそば、3食入りで127円です。粉末ソースもついてるんだ。これは助かりますな。作り方は好きな材料を炒めた後、麺と水を入れ再度炒め、粉末ソースで味付けです。電子レンジで麺を温めるとほぐれやすくなるんですって。この方法は以前視聴者兄貴や姉貴から教えていただきましたな。原材料はこのようになっております。チキン香るってあったからチキンパウダーが入ってるわね。あ、どうされました？これライトクさんの商品じゃない？イグザクトリー。当チャンネルではライトク食品様の商品はお嬢様が担当されていますからな。エイ333ですから、奈良事業所で作られているそうです。うん、ライトクさんか。前回のイオンのお蕎麦は良かったけど、今回はどうかしら？連勝なりますかな。では中身を確認していきますぞ。よくあるタイプね。重さは3袋で 493g、 1袋 164g ってとこかしら。麺はちょっと多めに入っているようですな。今回使用する具はこちらになります。豚バラ肉ともやし、ピーマンね。ピーマンは長細く切ります。 OK ですぞ。麺は電子レンジで温めるって言ってたわね。3玉ですので2分ほど温めました。はい、調理スタート。温めたフライパンにごま油風の油を入れます。トプバの謎油もだいぶ減ってきたわね。あれ、人参なんてなかったわよね。少し寂しいと思い、人参とキャベツを追加しますぞ。次は豚肉ね。すべて入れたいところですがやめておきます。半分ほど炒めたところで残りの材料を投入。たくさん入れたわね。思ったより多くなってしまいました。3玉分作るのは無理そうですな。今でもいっぱいいっぱいですものね。完全に火を通したところで半分取り出すことにしました。少ない方がうまくできるので一玉で作ってまいります。多いと混ぜるの大変ですものね。麺と水を投入。麺はほぐれやすくなったかしら？そうですな。最初は小さめに、徐々に大きく混ぜていくと綺麗にほぐれます。3分ほど炒めたところで付属していた粉を入れます。塩焼きそばだから色はつかないわね。さらに3分炒めましたぞ。そろそろ良さそうかしら？では器を用意して。はい、一丁上がり。じゃあ食べてみましょう。いい感じじゃない？妙な匂いもありませんな。仕上げに青さを振りかけますぞ。久々の登場、しかも真っ当な使い方だわ。飲み物はこちらをご用意しました。私の時くらい別のでもよかったんじゃないかしら。じゃあやってきましょうか。なかなかの決まりっぷりですな。麺はしっかりほぐれていて固まってるところはないわね。それじゃいただくわね。どうぞ召し上がれ。麺はもちっとしていいんだけど、味がぼやけてる感じがするわね。コンソメの風味はするんだけど薄味とも違うのよね。一味足りない系ですかな。足りないというより少ないのかしら。そうね、星評価は3かしら。星評価もパッとしませんな。ちょっとブレンドスパイスを借りてもいいかしら？どうぞお使いくだされ。ちょっと良くなるけどこれじゃないわね。もっとかけた方が良かったかもしれませぬな。最後に酢を試してみましょうか。酸味で調整するわけですな。これはかなり良くなったわね。なかなかやりますな。まだ物足りなさがあるのよね。コクがないというか。これ以上は長くなりそうだから、今回はこのあたりにしておきましょう。そうですな。それでは皆さん、ごきげんよう。
胡椒は黒や白だけでなく、グリーンやピンクなんてのもあるんだけど、収穫や加工が違うだけで元は同じ胡椒なんですって。